Southland's number one choice for news. Fox 11 News at 10. This is Q13 Reports at 10. Working for you, this is News for New England. Live from the Fox Television Center, this is Good Day LA. Live from WHDH-TV Boston, this is 7 News at 4 on the news station. コレステロールを大幅に減少させるカプセル剤が開発されました。臨床栄養学のアメリカンジャーナル誌によると、レッドイーストライスはコレステロール値を 15% も減少させるということです。ある種の薬草はコレステロール減少に役立つと知られてますが、今回のこのコレスティンはレッドイーストライスが原料で、コレステロール値を 15% も減少できるという優れたものです。最新の研究によると、薬草成分の健康食品コレスティンでコレステロール値が下げられます。昔からの中国の食べ物がコレステロール低下に役立ちます。 UCLA の研究によると、人気の健康食品コレスティンは健康のバランス維持に役立ちます。コレスティンの原料であるレッドイーストライスは、中国で古くから健康維持に効果があることが知られています。コレスティンはコレステロールの高い人のために開発された健康補助食品です。偽薬と比較するとその違いは明白で、悪玉コレステロールを 15% を減少させました。研究では服用と同時に適度な運動を進めています。先日紹介したコレスティンは良好なコレステロール値を保つ健康食品ですが、政府はこれを薬だとして FDA の許可なく販売はできないとしましたが、昨日の裁定で1994年成立の栄養補助食品教育法による健康食品として正式に販売を許可しました。こんばんは、 CNNFN キリーピルグリムです。ニュースキンの株価は22ドル4分の3まで上昇しました。連邦判事の裁定で FDA はニュースキン社所有のファーマネックスの製品コレスティンの販売を許可しました。コレスティンはコレステロール値を下げる補助食品、薬ではなく健康食品として期待されています。ニュースキン社の株価は急騰しています。You are watching KSL 5. This is Eyewitness News at 10.ユタ州の健康食品会社が今日厳しい裁判に臨みました。この結果は消費者に対する商品としての枠を超え、この産業全体の未来を占うものとして話題を呼んでいます。こんばんは、ディック・ノースです。リタです。ユタ州の連邦判事より全米の健康食品ユーザーへのニュースです。 FDA がコレステロールを低下させるカプセル剤の販売規制の裁判に負けました。裁判所担当のリチャード・パイエットが裁判所前から中継でお送りします。ユタ州の健康食品会社が生産し販売するコレスティンです。全米の消費者にとってこの裁定は一つの商品以上の意味があります。コレスティンはプロボシのニュースキン社所有のファーマネックスが開発。研究によると赤い小さなカプセル剤が健全なコレステロール値を維持します。コレスティンの主成分は中国産のレッドイーストライス。その成分がコレステロールを下げる処方薬メバコールの成分とほとんど同じとされています。しかしメバコールが認可された薬であるため、 FDA は裁判でコレスティンの販売を規制しようとしたところ、ユタ州の連邦判事はそれを却下しました。FDA はコレスティンを市場から締め出そうとしたんですよ。何分にも成分がメバコールと驚くほど似てますからね。さて、次の医学関連ニュースです。コレステロール値を下げる製品のメーカーが FDA を相手取り裁判となっていましたが、連邦判事はレッドイーストパウダーが主成分のコレスティンの販売禁止を撤回するよう FDA に命じました。 FDA はこの成分が医薬品に分類されるとしましたが、判決はあくまで健康食品の処方に合致するものだということです。